おはようございます。9日目休み延長したんでね、みんな今日もやっていきましょう。なんか馬とアロエを飲んでる夢を見てたね。おはよう。やっぱ素直にありがとう。あのね旅館のおかみさんに聞いたんだけどね、おかみさんいるんだ、やっぱ商店街に美味しいお寿司屋さんがあるんだってね。あれじゃない、木の台じゃないの。みんな行ってみたいにゃ。うん、それにしてもお寿司屋さんってなんだか懐かしいのにゃ。とはね、昔井上寿司っていうお寿司屋さんに住んでたのにゃ。井上寿司、お店のご主人とかみんな優しくしてくれたのにゃ。いいとこだろうね。でもとはどうしても人間ない方法が知りたくてお店出てきちゃったのにゃ。あら、みんな元気かにゃ。心配なのね。お店のご主人のこと思い出したら、なんかちょっと切なくなってきちゃったにゃ。でも今は馬と一緒にいっぱい勉強して頑張って逃げないのにゃ。頑張るにゃ。頑張ろう。よし、じゃんけんしよう。俳句としりとりは長いからじゃんけんしよう。じゃんけんするぞ。いや、じゃんけんするのにゃ。いつもさ、実際にじゃんけんするときもいつもチョキを最初に出す癖があるって毎回言われるんですけど、前回チョキを出したら今回はグーです。あ、勝った、チョキやった。と弱いね、じゃんけん。いや、もう来ちゃったにゃ。待って、キリン並みに強いのにゃ。あ、前回子猫だったよね。なんか猫デビューだと次は起きないにゃ。また楽しいのにゃ。よし、じゃあ行くか。よし、今日どこ行こうかな。あ、チキルまた遠回りしてくのね。ねえ、教えて、好きな人にされたいことって何？好きな人にされたいこと好きな人にされたいこと？秘密。ガーン。知りたかったにゃ。そんにゃ、あ、ごめん。もしかしたら動画できないことかもしれないからね。ごめんね。今も話したくないにゃ。元気出せ。うん、ありがとう。好感度下がってるかな、やっぱ。好感度上げてきたけどね。お、どうした？行ってきまーすなんだ。誰に行ってんの？うわぁ、おかみさんかな、楽しみにしててくださいね。初登場じゃないですか、この画面にして。今日もまた楽しみにさせるといいにゃ。実写じゃん、おかみさんいるんだ。知らなかった、実写でいるんだね。初めて知ったわ。で、今日はどこ行こう。マップも半分くらい行ったかもね。今日右のさ、真ん中の方、中途半端に回ってないんで、そこをマッピングして、次回左の方行こうかな。埋めたいからね。あと、お寿司屋さんにも行ってみたい。前行った時やってなかったんだろうね。それはちょっと謎だけど。話すか。とろー。ねえねえ、テレビのリモコンってかっこいいにゃ。かっこいい？なんだ、船を操縦してみたいかな。イケイキゴーゴー TV ってかっこいいにゃ。イケイキゴーゴー TV。 あ、もしかしてリモコンには自爆操縦ついているのかにゃ。ついてないよ、テレビ危険だにゃ。落ち込むの？落ち込むのかーい。落ち込まないで、元気出して。ありがとう。行こうか。で、右だよね、確か。あ、ぷんぷん言ってたな。
リッキーいたかな。柵だよね。こっちだよね、確か。前回行ったの。で、こっちで左に曲がっていっちゃったね、道路が。まっすぐとか右とかも行けるそうなんでね。そっち行ってみたいね。とろ。あ、もう行って。あ、純だ。お師匠かにゃ、マグロに指で願い事書いてから食べるとね、願い叶うのにゃ、信じる？塔が言うのは信じるよ。塔も信じるにゃ、今度は本当っぽいもんにゃ、今度はね。マグロに指で書くなんて、ちょっと汚いにゃ、確かに食べるもんですね。衛生上良くないね。落ち込むのかーい。あとなんですよ。で、元気ってにゃ。純くん知った？いや、今日はまっすぐ行ってみるか。まあ、行ってないかな、この辺は。お、神社じゃん。ここが一番最初にピエールが言ってた馬をかける神社かな。アマモン行って。噂をすればピエールか。ピエール、あ、とは思うんだけど、先にピエールを。ねえねえ、ピエール。受験？ちょっと秘密のこと教えてあげるわ。インドではモーターボートの代わりに、ゾウが走ってんだわ。いや、ゾウが走ってんのや。マジか。そうなんだわ。でもね、ゾウの運転免許って、ゾウの運転免許？モーターボートの運転難しいらしいわ。まあ、確かに難しそうだもんね。と、ゾウに乗って馬としなきゃ言ってなかったんだ。すごく楽しそうだわん。一度だけ困っちゃうよ。また遊んでね。それじゃ、またね。いっちゃった。もう呼ばないの？調べられるものは、これか。鳥居だね。海南神社かな。ねえねえ、とね、神様って言ったことないのや。ああ、まる？神様ないね。会いたいね。そうだよね、神様には簡単に会えないって聞いたにゃ。噂では神様ってクレオパトラに似てるらしいな。神々しいね。特にほくろが特に似てるって。ほくろの糸とかな。一度で一回見てみたいにゃ。他調べられるものは、これか。看板だね。塔の好きな。違うじゃん。狛犬じゃん。ねえねえ、これって何？教えるか。狛犬です。狛犬って何？狛犬は何だろう。狛犬って何だろう。もう、生き物で、かな？狛犬、見るものかな？見るものしよう。狛犬とで、狛犬はその他です。今、狛犬って好き？かっこいいよね。狛犬って切なくなっちゃう？切なくはなんない。ふにゃ、ふにゃ、また一つ賢くなってな。他は、あ、地図見ようか。左向けんだ、ここ。なるほどね。じゃあ奥行ってみようか。お参りしよう。お、え、私人が。こんにちは。何それ。は？どうも。何も喋んなかったけど。え、何だったの今の。何も言及しないの、どうも。何だったんだよ、今のおじさんは。おお、かっこいい。ドラゴン、竜。ねえねえ、これで何？教える。これは竜ですね。はい。竜って何？竜は生き物ですね。竜ってどんな生き物？
動物なのかな、そのほかにしとくか。まあ竜って好き、竜ドラゴンかっこいいよ、好きだよ。竜って会いたい、会ったら怖いからいいや、会わなくて。ふにゃふにゃ、なんだか乙女チックかな。ここにも鳥居があるな。そっち行くのね。おお、赤いだね、こっちは。ねえねえ、鳥居って神様のものなんだよね。そうだよ、やっぱり。それじゃあ鳥居のどっかに名前が書いてあるかも。きっと神様は偉いから、自分の花付き親を最初には名前が書いてあるはずにゃ。この前も言ってなかったっけ。とは今度探してみるにゃ。ご神木があるけど、すごい立派な木だね、ご神木。そうそう、看板って大人っぽいよね。この看板は大人っぽいよね。そうだよね、看板を見ながら中東つまみに飲むアロエなんて、いや、いかにも大人って雰囲気なのにゃ。かっこいいな。話すか。どこ行くねん。ここってすごくいいところなのにゃ。二人で海水浴するにはぴったりっていう感じなのにゃ。海ねえから、そこの水しかないから。あ、いいこと思いついたにゃ。ねえねえ、この場所に二人だけの名前を付けたいのや。神社って、海南神社ってあったじゃん。海南神社。普通に海南神社しよう。勝手に名前をつけると怒られちゃうよ。海南神社しよう。海南神社でいいかな。いいよ。海南神社ってとってもいい名前なんだ。今日からこの場所は海南神社で、とうとうまで呼ぶのにゃ。みんなに出ると思うけどね。こっちは行けんのね。お、本殿か。今ってどこで行けんだろうね。あ、ワンワン行ってる。ピエールか。なんか拾って。お、横にいる。ピエール。よく会うね、今日。こんにちは、なおにゃ。じゃじゃーん。パンパカパン。トウたちの運勢を占ってあげるわん。トランプはないですか。みんな嬉しいのにゃ。それじゃあ、おみくじを引いてね。おみくじ神社からね。思い切っていく。新宿で人に行く。思い切っていこう。えい。どれどれ。あ、ピエールが持ってんだね。しまっちゃうの、見せてくれないの。クスクス。みんな、とてもドキドキするにゃ。どう？パンパカパーン。塔の運勢は、基地。基地か。おみくじには、お三。力まず挑むと、基地。お三。お三。なくし者。そのうち見つかる。結構リアルな、おみくじだね。って書いてあったわ。ちなみに今の運勢は、気になる。大凶何ひどい。おみくじにはね、塔もどいてる。おさん、心の力を抜いていけば吉。願い事、タオット占いすると吉。それまた占いしようってこと？塔の顔が、でかいだったわん。運命は自分で切り開くものだわん。気にしないでいくといいわん。そうだね。うま、元気出すのにゃ。塔の動きたげるにゃ。塔吉でしょ。じゃあね。基地でもまあ嬉しいけど。バイバイ。まただったでね。バイバイ。どうした、風か？どうした、めっちゃ、あのね、その大きな神社の前で、プロポーズされたら、ドーマみたいにできないな、確かに。そうそう、プロポーズって一緒に片思いをしましょうってことだよね。片思いで両思いだよ。え、
違うの？神社の前で馬にプロポーズされたら一緒に片思いしたいなって思ってたのにゃ。両思いだよ、それはもう。落ち込むな。悲しいの。なぜる。なあ、ちょっと元気いったにゃ。これも調べられるのか。柱。おお。土管にも見えるね。みんな、みんな。この柱って、おしゃれの町、国立から持ってきたのかな。こいつ、千駄ヶ谷から。みんな、なんとなく国立っぽい感じがするにゃ。ああ、そうだっけか。こっちも調べられるな。まあ、同じですね。あのね、この柱とは持って帰ってもいいかな。ダメだよ。神社に怒られちゃうよ。え、ダメなの？そっか、この柱。ひょっとしたら、ドラキュラものかもしれないもん。神様ものだよ。悲しき柱は諦め、諦めるな。なにゃ。そう、落ち込むな。ちょっと悲しいにゃ。慰める。で、馬の顔見たら元気だったな。じゃあ、いよいよこうしてやってみるか。ほか、バク転すんな。ここは調べられないね。屋根とかは。お、すごい、すごい道あるじゃん。こんなうもんなのかな。ねえねえ、知ってる？狼男ってね、たくさんの鈴で、徹夜の、練習をして、徹夜練習をして、びっくりしたんやったしなにゃ。とも一生懸命、徹夜練習をしたら、知ったんやないかにゃ。徹夜っていうか、徹夜っていうね、YouTuber かと思った。なにゃさ。にゃ、馬に言われたら、自信ができたにゃ。スターになっても、ずっとずっと仲良くしてほしいにゃ。お願いなにゃ。おう。他は行けるとこはないかな。どこ行くの？何してんの？何その端っこにいんの？よし、戻ろう。で、左行こうかなと思うんですよね、ここ。っていうのも、左行き止まりだと思うんで。なんで左行ってみようかな。右は行けんの？右は行けないのか。左行こう。駐車場とかかな。あ、公園だ。いいね。お、こうしてみたい。お、今俺を動かしたの？遊ぶ？これで遊んで、あったなー、こういうの。なんか公園に何なのか分かんなかったけど、今でも分かんないし。ねえ、あのね、相番なすんですよ。相番なの、こうやって立派な漫画になるかな。相番、まあ相番っぽい見た目もしてるもんね。本当よかったにゃ。漫画家になれないのは悲しいもんね。漫画家になりたいの？安心してにゃ。それはブランコ。ブランコだね。ブランコ乗りたいな。もう何でも乗ってないからね。お前ブランコ好き？別に普通はないの？好きにしとこう。そっか、好きなんだ。クス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 。お前って大人っぽく見えるけど、まだまだ子供なんだにゃ。あ、それって喜んでいいのかな。他滑り台とかは調べられないのかな？あ、調べられる。あ、どうしちゃった？あ、滑り台、お。バカ野郎って書いてある。落書きがすごい。ダメだよ、落書きしたら。落書きってすごく楽しそうなんで。ダメだよ、ダメだよ。落書きがそんなことある？ないよ。落書きダメでしょ。あれで？そうなんや。じゃあ、この塔が付き合ってあげるにゃ。捕まっちゃうよ。一緒に落書き遊ぼうね。ダメだよ、落書きは。
こっちはもう行き止まりかな。あ、なんで、どうした、どうした、と写真、いいよ、はいはい、いつものいつもの近場小さくてポーズね。じゃあ撮りますか。はい、ポーズ。はい、ポーズだったね。間違えた、忘れてた。ねえ、今写真撮ってくれた、撮ったよ、バイバイ。あのね、今のポーズはなんだか人間っぽくてかっこいいと思うのにゃ。いや、写真の出来上がりが楽しみなのにゃ。よし、で地図を見たいんだよ。さっきの神社の前下行って右行ってみるか。よし、踊ってるけど。